はい、カバステビーゆうじです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日は朝一ですね、カボス畑の草刈り、このオレゴンのナイロンコードとコメリで買ったオート繰り出し式のホルダーですね、これやったんですけど、まあ今まで多分ガッツエアアシストライト使ってたんで非常にこう腕がだるくなりまして、途中で断念してこの一段上のところまでやるつもりだったんですけど、ちょっと休憩してしまいました。はい、ということでちょっと休憩して出直しっていうことで、今日はですねこのゴム紐、これをつけていきます。これ久しぶりですね、以前ですね同級生の文明が自作のゴム紐を作っていただいてすごく良かったんですけど、あれゴムが切れて、でそれからちょっと使ってなかったんですけど、これ純正品です。西欧式の草刈り機を購入するとこういうゴム紐必ずついてきますんで、で肩ベルトとかにこうやってかけれるようになってます。今ちょっとこれ付属でこうやってつけましたけど、まあこの辺は工夫してやればいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。前文明が作ってくれたやつはここにバッフルでガチャッとはめ込み式になってて、簡単にこう脱着ができるような感じになってたんでとても良かったですね。ちょっとあれ切れちゃったんで、これ純正品をこれ使ってます。こういうゴム紐ですね。はい、全体的に見てみましょう。こういうゴム紐です。見えるかな、こうシャフトにこうゴムをつけてるような感じですね。先ほども言いましたように西欧式の草刈り機買うとついてきますんで、これやった方が楽です。朝一番でやった時に腕がだるかったんで、その続きをこのゴム紐をつけてやっていこうと思います。とてもいい天気になりました。お昼まで頑張っていきましょう。やっぱゴム紐をつけると楽ですね。だるさがない。あとここのゴムの調整が効くんでちょっと調整しましょう。今突っ張った感があるんで自分の位置に合わせることができます。これちょっと突っ張った感があるね。はい、まあこうやって自分の位置で合わせてもらって調整すればいいと思います。最初はやっぱここにゴムするんでなんか慣れないうちは突っ張った感がやっぱ確かにあるのはあるんですけど、まあ慣れてしまえばゴムあった方が全然楽です。こういうタイプもここでこう吊るんですけど、まあこれと一緒のような原理でまあ吊ってるんで非常に楽になりますね。
このゴムがあるとないとはだいぶ違いはありますね。はい、じゃあこっち側行きましょう。
はい、お昼になってしまいました。また最後の最後にトラブルです。1本切れてなんかビヨーンって出てきましたね。これ中のナイロンコードがなくなったのかな。ちょっと復旧しましょう。復旧するのが嫌なんやな。やっぱナイロンコードはこういう復旧が嫌ですよね。あの差し込み式ならもうスッと差し込むだけなんですけど、オート繰り出しはこういうのがあると毎一回一回分解して復旧せないかんちゃう。女性とかはやっぱ嫌でしょうね。あ、中で切れたいな。復旧しようとするとなんかこうガチャガチャとなるんやな。これを考えたらやっぱ差し込み式は復旧が楽ですよね。こうはめて、でこれが長いのでこう切る、いいとこで切る。そうするとこれが、要はもったいないね。これ5ミリです。こういうことはラクラクファンクション Z はないですね。比較するのも よくないんやけど、こっちも切る。これ5ミリです。じゃあ続き、あと少しですね、やっていきましょう。いや、また切れた。いや、もうなんかがっかりするな。なんか一本切れて一本ビョーンと出ました。ほんとこれが嫌になりますよね。まああと少しなんで、もうこれでやりましょう。
が痛いわ。一本になると手が痛い、振動が出るわ。はい、終わりました。トラブル多かったですね。なんかトラブル多いともうイライラするね。これね、ナイロンコードが悪いんか、ホルダーが悪いんか、まあ私の借り方が悪いんか、わかりませんけど、まあ私の借り方が悪いかもしれませんけど、ちょっと嫌になってくるね、これだけトラブルあると。はい、今日はですね、午前中、上下、草刈りしました。まだ肥料巻き残ってるんで、ちょっとこれから肥料巻きはしますけど、朝一ね、シャフトが重くて、腕がダルダルになったんで、ここ刈るときにこのゴム紐をしました。このゴム紐は本当いいです。まあ長さ調整していただいて、まあ自分の位置で調整していただくのもいいと思いますし、最初はちょっと突っ張る感はあるんですけど、まあ慣れてしまえばあった方が絶対いいと思いますんで、まあここに吊るかこっちに吊るか自分好みと思いますんで、草刈り機の上げ下ろしもありますので、まあいろんな工夫をしながらつけていただくと平地は楽です。もうこういう風に腰で刈るちゅうかいう風にできますんで、とてもいいです。はい、ということで今日はお昼過ぎましたけど、自宅周りのカボス畑の草刈りでした。最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。